トゥグランド Vlog のお時間です。はい、衝撃の真実、超古代の地球には北半球と南半球を自由に行き来し、巨石文明を世界中に広げた海洋民族ラピュタ人が存在していた。今回は世界最古の文明を築いた謎多き海洋民族ラピュタ人について徹底考察していきます。はい、ということでね、はい、今回も巨石に刻まれた謎の古代文字、はい、ペトログリフシリーズでございます。いや、新シリーズでございます ね、 ね、濃いやつが来たよ、これまたね。一発目エグかったね。今回もね、まあ聞いたことないこのラピュタ人についてね、お深掘りする回でございますよ。ラピュタ人、そう、前回の動画では日本の巨石遺跡と世界の巨石遺跡を比較し、そのとんでもない類似点の数々を紹介してきましたね。うん、なぜ世界各地で見られる巨石遺跡と日本で発見される大量の巨石遺跡はここまで酷似しているのか。うん、ペトログリフ研究の第一人者と言われているのがハーバード大学の教授で米国碑文学会所長のコ・バリンフェル博士なんですけれども、うん、彼が提唱した説の中に、巨石文化は海洋民族によって世界中に伝播した、はいはいはい、ね、というものがあるんですね。うん、つまり米国碑文学会の中ではエンシェントワンワールド、うん、すなわち古代の世界は一つの文明だったという、そういう考えが定説になっているわけですよ。なるほど。そしてその文明というのが超古代の地球に存在した巨石文化であり、うん、その巨石文化を生み出した民族がとある海洋民族で、はい、その海洋民族が世界中を航海して巨石文化を世界中に広げたのではないかというのが、バリーフェル教授の説なんですよ。いやー、すごい説よね。世界中の巨石を調べているハーバード大学の教授がそういう結論を出している。で、数少ない日本のペトログリフ研究者である竹内和忠先生も、うん、その説に習って太古に存在した世界中を股にかけた海洋民族の存在をより深掘りしていったわけですよ。バリーフィル教授以上に深掘りしていった。すごいよね。そしてその謎の海洋民族の正体こそがラピュタ人なのではないかと結論付けたわけでございますよ。いや、すごい話ですよ。そう、まあでもラピュタといえば、うん、まず思いつくのが、はい、ね、スタジオジブリのね、はい、宮崎駿監督の作品にある、まあ、天空の城ラピュタですよね。ね、ずっと見てきましたよ。そう、いやいやと竹内先生、このラピュタに、ね、影響を受けてんちゃうのってちょっと思っちゃうんですけど、ね、実はね、海洋民族ラピュタ人が作ったラピュタ土器みたいなものは、うん、学説的にも認められていて、ちょっといずれやろうと思ってるんですけどね、天空の城ラピュタの、ね、中にも、うん、このペトログリフとか海洋民族 の、 この動きを思わすような、ね、こうシーンが実はね、てんこ盛りにあるんですよね。やっぱあるんあんねん。宮崎駿監督は、うん、この海洋民族のことを知ってたのかもしれないと思わせるようなロマンを感じますけれども、はい、今回はね、この海洋民族ラピュタ人を徹底的に深掘りして、うん、まあ、その後に続く文明にどのような影響を与えていったのかを見ていきたいと思います。はい、ちなみに今回のペトロシリーズというのはですね、うん、こういったね、前提知識を共有した上で、うん、ペトログリフから読み解く壮大な歴史考察を行っていきたいと思っとるわけでございます。なるほどね。でもちろん最後は日本の歴史にもね、お深くつながっていきますからね。やっぱりそうなるんすね。もちろんこの一本の動画でも楽しめる内容となっておりますが、ぜひね、シリーズ全体を通して楽しんでいただければ幸いでございます。はい、学説における海洋民族ラピュタ人、竹内先生が提唱する超古代海洋民族ラピュタ人をご紹介する前に、うん、実際に学説として定義されている世界最古の遠洋航海を達成した海洋民族、はい、ラピュタ人についてね、ちょっと説明したいなと。なるほど、ラピュタ人、ラピュタ人ちょっとややこしいけどね、はいはい、竹内先生の言う海洋民族ラピュタ人は、うん、このラピュタ人が源流になっているので、まあ、名前がほとんど同じですけども、そうね、ここではあえて区別してお話していきますね。はい、海洋民族ラピュタ人っていうのは、うん、今から3600年前に実際にメラネシアに存在したと言われています。はいはいはい。で、このね、オーストラリアよりちょっと上の、うん、この辺ですね、この島々の感じ、ね、島々の感じ、ね、島々のね、学術的に言うと、このラピュタ人は人類史上初めて遠洋航海を実践し、まあ、太平洋の島々に住み着いていったって、はい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 、そういう民族のことを指すんですよ。なるほど。実際ラピュタ人というのがいると、うんうん、で、1952年にニューカレドニアで発見された土器がラピュタ土器と
命名されたことからこの文化がねラピュタ文化と呼ばれるようになったんですよ。はあ、なるほどね。これがラピュタ土器ですね。わあ、細かいね。そうで、前回もお話ししましたけれども、まあ、この土器をよく見ると、うん、縄文土器の一つであるそばた式土器に似ていることがわかるはずです。こんな感じにそっくりですよね、線の感じがね。そう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 。でこのラピュタ文化はその土器が作られた年代から推測すると、うん、約3600年前から発生したと考えられてるわけですよ、うん、で面白いのが、うん、まあ、3600年前にできたなラピュタ土器というのは、うん、今から2800年前にパタッと、うん、その足取りが途絶えてるんですよ。あら、そう。で、考古学的な調査によるとこのラピュタ人の活動を示すラピュタ土器が2800年前から一切作られなくなっていること、分かってるんですよ。一切、そう、言うたらね、世界で初めてもう遠いところに航海できたような人々がね、うん、2800年前を境にピタッといなくなってる、うん、不思議やん。そう、だからこのラピュタ人は、うん、謎多き海洋民族として現在でも様々な研究が続けられてるんですよね、うんうん、で今回お話しする竹内先生の考える海洋民族ラピュタ人っていうのはね、うんうん、学術的に定義されてるラピュタ人のさらに元、うんうん、源流となった人たちのことを指しているわけですよ、はい、つまりラピュタ人の流れは3600年より前にずっともっと昔から存在していたよというのが、うん、竹内先生の説でございます。なるほどね。そう、そして先ほども言った通り、でその竹内先生の、ま、海洋民族の考察のベースになったのが、うん、ペトログリフ研究の第一人者と言われている米国碑文学会所長のバリーフェル博士の説でしたよね。はいはい。彼はもともとハーバード大学の生物学の教授さんで、うん、海洋生物学者として活躍していた人物やったんですけれどもね、うんうん、ある時ケルトの巨石文化に触れたことから悲鳴学とか古代の碑文の解読に注力し始めて、ね、本格的なペトログリフの研究を始めたそうなんですよ。お、海からね。そう、そんなバリーフェル教授をはじめとするハーバード大学の碑文学会の定説はエンシェントワンワールドという考え方が根底にあり、これは古代の世界は一つの文明だったという、うん、まあ、考えでございます。はい。でこの説の根底には超古代の世界には世界中を移動できた海洋民族がいて、その民族を介して一定の文化が広まっていったという、うんうん、そういう考えがあるわけですよ。なるほど。世界はかつて一つだったエンシェントワンワールドという説をね覚えておいてほしいんですけれども、うん、実はねもう一つ重要な定説があります。ほうほう。それが巨石文化は海洋民族によって伝播したというものなんですね、うんうん、巨石遺跡といえばエジプトのピラミッドとかイギリスのストーンヘンジ、イースター島のモアイ像など世界中に点在してますよね、うんうん、およそ7000年前から5000年ほど前に現れ始めたこれらの巨石文化はたまたま世界中で同時多発的に起こったものではなく、うん、海洋民族が自分たちの持つ文化をね世界中に広めていったよと、うん、ね、それで広がったんじゃないかというのが、まあ、バリーフェル教授の説なんですよ、はいはい、あれほどの巨石をねどう使って巨大な、ね、建造物を作ったのかという、うんうん、まあ、技術的な部分はほとんど不明なんですけれども、巨石と共に刻まれているあの文字ですよ、うんうん、ね、ペトログリフの痕跡から共通するポイントを見出し、はいはい、まあ、そこに介在していたと考えられる海洋民族の存在がいるはずだと、まあ、注目したわけですね。なるほどね。でさらに竹内先生はこのハーバード大学の定説を前提に1万年以上前の超古代世界には海を縦横無尽に移動していた海洋民族がいて、うん、その民族を介して巨石文化が広まっていったはずだというふうに考えたわけなんですよ。なるほど。竹内先生はもうさらにこう日本のペトログリフもめちゃくちゃ調べて、はいはいはい、世界のペトログリフも調べて、うんうん、でいろんな情報を集めていった上で、うん、その海洋民族の正体こそがラピュタ人じゃないかと、まあ、結論付けたわけですよ。なるほど、繋がったんよね。そう、繋がったと。まあ、この根拠の部分を、うんうん、まあ、今後のシリーズでも話していくんですけども、うん、そうなるとね1万年前にいた海洋民族ラピュタ人とは、うん、一体どんな人たちやったのかが気になりますよね。まあそうやね。そんな人たちおったのかとね。そんな技術もあって。そう、それではね実際に古代の海洋民族が使ったであろう船に注目して、うん、ラピュタ人について考えていきましょう。はい。世界最古の帆船を作ったポリネシア人、現在判明している世界最古の木造船は、うん、エジプトのクフ王の船と言われている、うん、太陽の船っていう、うんうんうん、そういうものなんですね、うん、これはね4500年前のものではないかと考えられています。おこれですね。4500年前でこの船ね。そうだ、最古の木造船の割には立派よね。いやすごいな。そう、これは木造船なので木を組み立てて作られた船なんですけれどもね、うん、マルタ船という
巨大な一本の木をスコーンとね、おーおー、くり抜いて作る船であれば、うん、もっともっと古いものが日本からも出てきてるんですよ。あ、そうなんや。そう、島根大学校内遺跡からは7000年前の丸木船の板材と思われる木材が、ね、うん、発見されてるんですよ。あ、あるんや。そう、さらに中国では8000年前のものと思われる丸木船が出てきてます。さらにね、うん、静岡県沼津市にある足高山から、うん、大量に発見された黒曜石の原産地を調査したところね、うんうん、縄文人のトレンドといえば黒曜石ですからね、うんうん、そのほとんどがあの伊豆のね神津島で採掘されていたことが分かり、お、3万8000年前の旧石器時代初頭の年代までね、うん、遡れることが判明したんですよ。3万8000。そう、どえら前や、どえら前なの、でこれは人類史上最古の往復航海の証拠であり、ね、国際的にも注目が集まっているんですよ。おー、まあそうやろね。そう、だから日本はこの往復航海の世界最古の証拠があるんじゃないかって言ってね、は今調べられたりしてるんですよ。あ、今ね。そう、つまり複雑に木を組み上げる木造船じゃなければ、うん、7000年前よりね、もっともっともっと昔の世界から船は存在していたとはいうことなんですよ。まあ、7000どころの騒ぎじゃないね。そう、海洋民族みたいな人たちはもう相当昔からいたと、うん、はいはいはい。ちなみにね、こちらの動画の超長考察で、アシタカというのは古代出雲族の末裔というお話をしてきました。うん、そして神津島にはね、これまた出雲の王、大国主の息子である今年の主がやってきたという、で伝説が残されており、うん、水の分配の会議をこの神津島で行っていたと、はいはいはい、伝えられているんですよ。ありましたね。古代出雲族とつながりが深いアシタカというキーワードと、うん、同じく古代出雲族の伝説が残る神津島で、うん、黒曜石の交易が行われていた、うん、しかも何万年前からっていうね。すごい前から。この話すごい興味深いですよね。いやー、なんかね、ありそうやね。そう、そんな丸木船が最も多用されていたのが、うん、南太平洋地域のメラネシアとか、うん、ミクロネシア、ポリネシアといった地域だと言われています。うんうん、ニュージーランドとかね、うん、アメリカのね。そう、あテコロハウ長老のね、ね、長老のとこらへんじゃないですか。お話思い出しちゃいますけどもね、うん、こんな感じですよね。あ、この辺の島がね。そう、この地域ではね、なんと丸木船を進化させたアウトリガーカヌーと呼ばれる、そういう船が使われてたんですよ。ほら、このアウトリガーカヌーは丸木船の片脇か両脇にこう浮きをつけてね、うんうん、プカプカと、うん、船を安定させているんですよ。おー、なるほどね。そう、なんか転覆とかしにくそうやんか。うまいことやってるわけね。そう、まあ、こんな感じですよ。こういう浮きみたいなね。はい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 。そしてこのアウトリガーカヌーに朝で帆を立てた、うん、アウトリガー帆船を世界で初めて作ったのが、うん、マオリ族をはじめとするおポリネシア人だと言われてるんですよ。あー、ニュージー編のね。そう、でイースター島からハワイ諸島までをね、自由に行き来できるだけの遠洋航海技術を持っていた当時のポリネシア人は、うん、ポリネシア航法とかスターナビゲーションと呼ばれる、うん、特殊な航海技術を持っていたと。なんだそれ。ね、考えられてるんですよ。ほう、言うたらね、陸続きじゃないんですよ、彼らの地域っていうのは。ほうほうほう。ね、極めて広大な海域に点在する島々で、ね、ポリネシアとかミクロネシアの先住民の人たちは生活をしていたわけですよ。はいはいはい。で、暮らしていくためにアウトリガー帆船による遠洋航海を行って、まあ、必要物資の交換などを行う必要があったと。あー、なるほどね。そう、しかしその際にね、もう陸地が完全に見えないみたいな、うんうん、そういう場所に移動することもあったから、うん、そういう時はね、天体を観測したり、あー、まあ、スターナビゲーションですよね。あ、なるほど、そういうことね。で、海流や波、風の観測をすることで現在地と方向を推測する航法技術を発達させたと言われてるんですよ。いや、すごいな。そう、だってもう海で生きていくしかなかったから。まあそうね。そのため彼らポリネシア人にとっては星や風というのがね、うんうん、航海においてかなり重要な要素となっていったんですよ。まあ、つまりもう神様と思ってたわけね。なるほど。星とか風とか星神信仰やったわけですよ。あらー、日本で消されたくさい。そう、以前お話したね星神信仰の話に繋がるかもしれない。あらー、テポラハウチョロの話のピタピタに繋がる。まあ確か、まあ、そういう過去があったわけですよ、うん、で、その星とか風を神聖視していた証拠とも言えるのが、うん、マオリ族に現在まで伝わるマタリキと呼ばれる行事なんです。ほうほう。このマタリキというのは真冬のニュージーランドのね、早朝の空に現れる、うん、まあ、星団のことを指すんですよ。へえ。このマタリキっていうのは世界各地ではもう様々な名前で呼ばれており、うんうん、英語ではプレアです。おお。ハワイ語では王族の目を意味するマカリ、
日本ではスバルと呼ばれている。ああ、なるほどね。そう。有名だ。ここでね、うんまあ、古代から世界中で信仰されるプレアデス星団が出てきましたねと。うん、いやーそうやね。そう。このマオリにもつながる古代ポリネシアの人たちを、うん、このプレアデス星団が見え始める日がこう正月みたいな日として位置づけていたわけですよ。なるほどね。そう。そんな感じで星を見て航海を行っていた民族にとってね、うん、その目印となる星の出現っていうのは、うんまあ、航海をスタートさせるぞっていう、うん、大切な合図となっていった可能性が高いんですよ。はいはいはい。ちなみに北半球やったら北極星を目印にするのが分かりやすいんですけれども、うん、ポリネシアっていうのはもう大半が南半球なんですよ。そうね。そのため南半球を拠点に活動するね海洋民族ポリネシアの人たちにとってこのマタリキ、うん、つまりプレアデス星団っていうのは、うん、目印としてなくてはならない、うん、そういう星やったわけですよ。なるほどね。南半球の人たちは結構それで、そう、北半球も北極星あるけども、はいはい、南半球はもうプレアデスや。あーなるほど。さらにマタリキが南中に登るとき赤道に風穴が吹くという、おう、そういう言い伝えがねイースター島に残ってるそうなんですよね。これはどういうことかというと、うん、赤道付近には特殊な海流と風が吹いてるんですよ、うん、赤道より北には北赤道海流という東から西に向かって流れる海流があって、うん、赤道の南にはそれと逆向きの西から東に流れる海流があるんですよ。おそしてその海流に挟まれるかのように、うん、赤道無風帯と呼ばれる、うん、でほとんど風の吹かない海域が存在しているんですね。そのためね半世でこの赤道無風帯に入ると、うん、もう何日も身動き取れへんと、うん、で食料不足を引き起こしたり解決病になったりと、うんまあ、航海の難所と、まあ、されていたんですよ。まあ風吹かない進まんわけやもんな。そう。その難所を通過するチャンスが、うん、マタリキが南中に登った時に訪れるという言い伝えがね残っているから、うんね、彼らポリネシア人っていうのはそのタイミングを見計らって、うん、南半球から北半球と渡っていたのではないでしょうか。ああそのタイミングで行けるんだ。そうプレデスがもう目印になるからもう行けと、はいはいはい、このタイミングやってことでね。ああなるほど。おそらく古代のポリネシア人たちの経験からそういった知識体系が出来上がり、うん、アウトリガーハンセンという原始的な船でイースター島からハワイまでの海域を、まあ、縦横無尽に移動することができたと、うーんいうことになるんですよ。すごい。星を見て星のタイミングをきっかけに動いていたと。はいはいはい。ね、そんな類稀なる航海技術を持ったポリネシア人は4500年ほど前に東南アジアからやってきたよというのが現在の通説なんですね。うんうん。そう考えるとポリネシア人の一部の人がラピュタ土器を作っていた人々になり、うん、現在ラピュタ人と呼ばれているんですよ。その事実を考えると最古の海洋民族は東南アジアからやってきたというふうにも考えられますよね。はいはいはい。実はその東南アジアにはなんとね、うん、7000年前まで幻の大陸があったんですよ。幻の大陸スンダランド。地球がまだね最終氷期やった2万年くらい前に、うん、現在の東南アジア周辺にはスンダランドっていうね、うん、大陸が存在してたんですよ。そうなん。そう、こんな感じですよ。スンダランドでか。スンダランドでかい。でこのスンダランドの現在のインドネシアにあるソロ川周辺で見つかった化石が港川人と呼ばれる人たちのものやったんですよ。うん、港川人。そう、この港川人っていうのは約2万年ほど前にね生息していた人たちだと考えられていて、うん、まあスンダランドで見つかってるけども主な生息地は沖縄やと言われてるんですよ、つまり2万年前にはすでにインドネシアのスンダランドと沖縄を行き来できる方法があったということなんですよ。あーなるほど。そう、もともとメインの港川人は沖縄やから、うん、はいはいはい、もうこの辺まで余裕で船で来てた。出たんや。いろいろ繋がってきそうですねこれは。うん、この頃は沖縄とスンダランドは陸続きにはなってないから、うんうん、この時代から船に乗って島へと渡っていた人たちがいたと、うんうん、いうことになるわけですよ。そうなりますね。ということはつまりねスンダランドには2万年前の段階ですでに船に乗って航海をし沖縄までたどり着く航海術があったということですよね。はい。でこの2万年前っていうのはまだ氷河期ですからね、最終氷期ですから、うんうん、やっぱどんどん温暖化していく、うんうん、となるとその子孫たちはスンダランドが海面上昇によって沈んでいくから、あ沈んでしまった後にやばいやばいって南下してポリネシア人へと変化していったと、うん、いうことなんですよ。なるほどね。そう、遥か昔から超高度な航海術を持っていた民族が温暖化の海面上昇とともに住む
むと地を変えていってポリネシア人となり、うん、朝の帆を使ったアウトリガーハンセンを生み出して、うん、世界へと羽ばたく海洋民族ラピュタ人になっていくという流れが、はあ、まあ、これでなんとなく見えてきたのではないでしょうかね。綺麗ね。そう、もともとは2万年ぐらい、もしかしたら3万年ぐらい前から船を使っていた一族の、まあ、末裔みたいな、うん、言うたら3万年以上前から、うん、伊豆のあたりとかね、神津島では、うん、黒曜石を交易してた船の移動の形跡が見つかってるし、あり2万年前は港川人が沖縄とかスンダランドを自由に行き来していって、うん、1万年前ぐらいになると、うん、まあ、その人たちがポリネシアの方に下っていき、はい、海洋民族ラピュタ人になっていったっていう。あ、それでも1万年前やからね。だいぶ前やね。 それでも今話してるのはあくまで、うん、竹内先生が考える海洋民族ラピュタ人の始まりです。はい、学術的に言うたら飛躍した考察要素も入ってはいるんですけども、うん、まあ、それでも1万年前の世界に遠洋航海技術を持った海洋民族ラピュタ人がいても、うん、まあ、全然おかしくはないですよね。うんうん、でこれまた余談なんですけども、このスンダランドがね、実はムー大陸であったんじゃないかっていう説もあるんですよ。おお、なるほど。そう、だってもうすごい海洋民族いたわけやしね、うん、沈んでるわけやし。確かに。で仮にこのスンダランドイコールムー大陸やったとしたら、うん、海洋民族ラピュタ人っていうのはムーの子孫やったということになり、そうやね、まあ、かなりロマン強めなね、お話にもなっていくんですけどね。確かにムー大陸ちゃんとあったよっていう感じにもなるよね。なんでやっぱ天空の城ラピュタにも繋がっていくっていうね。ああなるほどね。世界に化石を広めた海洋民族ラピュタ人、超古代にこの海洋民族ラピュタ人がこの巨石文化を世界中に広めていったのだとしたらね、うん、巨石文化を広める理由っていう何なんて、うん、すっごい大変そうやけどみたいな。そうやね。その理由が重要になりますよねと、うん、なんで海洋民族は巨石を使ってそれを世界中に広めていったのか、うん、竹内先生は海洋民族ラピュタ人が巨石文化を世界に伝播させた理由は2つあると考えてるんですね。おお、2つある。そう、まず遠洋航海をするときとても重要になるのが飲み水の確保です。うん、もう言った現在のようにね、ろ過装置なんかないし、はい、ね、この太古の時代っていうのは飲み水が足りなくなった時に水を手に入れる手段として雨水を貯めるくらいしか方法がないんですよ。そうね。そのためね、まずは長期間腐らずに保管できる水とそれを入れる入れ物がね、まあ、重要になってくるわけですよ。そうやね。そうで、その入れ物というのが、まあ、土器になるわけですよ。でラピュタ人もラピュタ土器からその名前がついているということは、まあ、土器の文化があったわけですよね。はいはい。つまり海洋民族っていうのは水の保存のために土器の文化が発達したということが考えられると。うんうん。そしてもう一つが飲み水に適した腐らない水の確保です。保存だけじゃない、腐らない水を確保する必要があると。はいはい。現在の水道水みたいに、うん、塩素で滅菌みたいな、こんなんでけへん時代やから、はい、腐らない水っていうのは非常に貴重やったわけですよ。なるほどね。そう、じゃあなんなんその腐らない水はって話なんですけど、うん、気になる。腐らない水を見つける技術というのは、うん、遠洋航海をする民族にとってはもう絶対絶対に必要な必須スキルやったわけですよ。でこの腐らない水というのは、うん、山から湧き出る湧き水ですよね。やっぱりね。そう、まあ、湧いとかんとね、腐るもんね。腐っちゃうから水はやっぱ。そうで、水に不純物が入ってない湧き水の減衰確保っていうのは、うん、遠洋航海をする際の必須要素やったわけですよ。うん、だから、ね、そのためどんな場所に湧き水が出てるのかということを見つけておくっていう、ちゃんと押さえておくという技術はとても重要で、でその水が出る場所っていうのがもう重要ポイントやったわけですよ。もうそうやね。だからこう海洋民族にとって湧き水が取れる森とか山っていうのは非常に大事な場所であり、うん、そういう場所を目指して移動を繰り返していたと。水を求めてね。ね。そして森や水が多く湧き水が豊富な地域といえば、うん、まあ、日本になってくるわけですよ。なるほど。日本はもうめちゃめちゃ湧き水多いから、まあ、必然的に拠点の一つになってくるよねと。うんうん。7000年前の地球環境は現在と多少変わってますけども、うん、日本が森や山に囲まれてたというね、そういう事実は現在と変わりません。変わりません。北赤道海流から黒潮に乗って日本にたどり着いたラピュタ人たちは水場を求めて上陸したはずです。うんうん。そして水場を見つけたらその場所に岩倉を建てて、うん、腐らない水を確保できるようにマーキングをし、あー、でそこから進行が始まったのではないかっていうのが、お、竹内先生の仮説なんですね。おー、面白いね。そう、で日本の岩倉というのは世界の巨石文化と比べても最古に分類されるほど古いものが多いみたいなんですよ。まあ、前回の動画でも紹介しましたけども、天草にある世界最大級のドルメンは6000年前のものと言われてますし、岐阜県の岩屋岩陰遺跡にある岩倉は1万年から7000年前の縄文早期の遺物だと
言われてるんですね。おお、めちゃくちゃ古いと。古いね。しかし岩倉のある場所に水場があることも多いんですけども、うん、全ての巨石が水場にあるというわけでもないと。で、竹内先生の考えるもう一つの説が、夏至を崇めるためのランドマークに、うん、巨石を用いたという説なんですよ。おお、よく聞くやんか、うん、巨石とか夏至、うん、ね、そういうタイミングでなんか不思議なことが起こるみたいなね。光がどうみたいなね。そう、夏至というのは、うん、北半球で昼が一番長くなる日なんですよ。つまり太陽への信仰を表すのが巨石文化ではないかと、まあ、考えているんですね。はいはい。最終氷期が終わって地球の海面がこう上昇し始めた頃、同時に地球から見る太陽が大きくなっていったと言われてるんですよ。うんうんうん。だったら太陽の巨大化によって地球の気温が上がり、うん、住みやすい環境になったこと、うん、またそれによって海洋民族としての遠洋航海が可能になったということに、うん、まあ、感謝とか畏敬の念を持ち、それを信仰し始めたのではないかと。なるほど。そういう風にも考えられてるんですね。はい。実際に巨石遺跡の多くは夏至のライン上に並んでいたり、うん、夏至の日の出の方角に向かって建てられていることが多いから、うん、古代人が太陽への信仰心を持っていたこと自体は疑いようがないと。ないと。いうくらい言われてるんですよね。はい。とにかく7000年前の世界には遠洋航海を可能にした海洋民族ラピュタ人が太陽信仰を持ち、巨石を目印にしていた可能性があるということはね、お分かりいただけたかと思います。はい。さらにね、この海洋民族ラピュタが世界中に移動して各地で活動していたという証拠も残っているんですよね。それに関してはまた明日の動画で説明していきますので楽しみにしていてください。はい。ということで本日はここまででございます。はい。面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。はい。動画の感想とかね、応援のメッセージもめちゃくちゃ楽しみにしているので、うん、ぜひコメント欄からお知らせください。はい。で、概要欄に僕らの SNS もありますのでぜひチェックしてみてください。はい。いち早く僕たちのニュースを配信しているトゥーランドブログ公式 LINE もね、概要欄から登録できますのでぜひチェックお願いします。お願いします。まさきが大暴れ大奮闘しているもう一つの YouTube チャンネル、はい、トゥーランドクエストもね、うん、大好評配信中でございます。配信してますかね。お休みしてるのかな。うん。そして YouTube では絶対に話せない裏側を公開しているニコニコチャンネルプラスや、ライブ配信の重要シーンとか、うん、まとめ動画を切り抜いてくれているトゥーランドの小部屋のね、URL なんかも概要欄にございます。はい、いろいろやっておりますね。いろいろやってますね。で、僕が6月29日に発売した、はい、古事記転生という小説もね、はい、結構いい感じでね、いやーすごいね、皆さん並んでるみたいなのでね、ねこちらもチェックしてくれたらね、ね、レビューとかもすごいね、読ましてもめちゃくちゃありがたいです。しかもしかもね、これステマでもなんでもないんですけど、今回竹内先生にずっと取材をさせてもらってたじゃないですか。はいはいはい。僕ら全く知らなかったんですけど、うん、その竹内先生がこのペトログリフの本を出すらしいんですよ。たまたまね。たまたま。で、急に知らんかってんけど本を、その帯に名前書いてもらっていいですかみたいな。僕はもうもちろん大好きな研究なんですよ。いやいやいや、そらそうよね。オッケーって感じだったんですけど、うん、一応竹内先生の本もね、はい、もうすぐですかね。もうこの動画が出るちょっと後ぐらいにね、ね、その辺ぐらいに出るというね、発売すると思うので、ぜひそのあたりもチェックしてほしいですけどもね。はい。やっぱり難点の部分が多いので、うん、僕たちの動画を見てもらった上でご覧いただくとかなりね、まあ、より深く、だいぶ理解が深まると思います。はい。ということで本日はこの辺でございます。はい。またね。バイバイ。バイバイ。明日もラピュタ。